パネルディスカッションに、サイバーテクノロジー分野での地形学的挑戦を始めさせていただきます。登壇者をご紹介いたします。モデレーターは API 地形学研究所所長、慶応義塾大学教授、慶応義塾大学サイバー文明研究センター共同センター長、内閣官房参与デジタル政策、村井淳様に務めていただきます。パネリストは衆議院議員自由民主党長島昭久様、 NTT チーフサイバーセキュリティストラテジスト松原美穂子様です。それではここからはモデレーターの村井様に進めていただきます。村井様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。今ご紹介いただきました、地形学研究所所長ということで API では拝命を昨年の4月から、させていただいております、慶応大学の村井でございます。よろしくお願いします。今日は、今までの、安全保障、それから、経済安全保障ですね、そういった議論が非常に密度高く進んできたわけですけれども、このパネルディスカッション2番目のところでは、このタイトルにありますようにサイバーテクノロジー分野での地形学的な挑戦ということで、議論を進めさせていただきたいと思います。それぞれ専門家の NTT の松原さん、それから衆議院議員の長島先生に参加をしていただきます。よろしくお願いします。まず、この地形学的サイバーテクノロジーという、今までの議論は非常に、もちろんテクノロジーというのがベースにある。それから地形学って言った時はもちろんエコノミーですから、やはり経済と安全保障、こういうところの、関係、そしてその太平洋、それから、東南アジア、こういったことで議論が進んできたと思います。その中でやはり、ベースになるのはやはりテクノロジー、そうするとテクノロジーと経済の関係が非常に強くなってきたという背景の中で、現代の、あるいはこれから未来に対することの議論がどうしてもこのテクノロジー、デジタルテクノロジー、サイバー空間、こういったものと本当のその地理的な空間ですね、海洋とかそういうこと、これがどういうふうに関わるのかというところが、大変新しい動きを出てきますし、それに関係するだろう。それでもう一個の背景がやはり、この、今日本の中でこの COVID-19、2年目の、大変なグローバルパンデミックの状況を起こってるわけですけれども、この中で、特に日本の中で、このデジタルトランスフォーメーションっていうものがどういう責任において、行われるかというのが、先頃の、デジタル関連法案が、通りましたので、参議院で、したがってこれで9月1日に向けてのスタートを切ると、これがこの国の状態であるわけですから、そういう意味では日本の、大変大きな、使命、それからその目的ができて体制が整いつつある中で、今度は中身がどういうことになってくるのかということを、議論していける大変いいチャンスではないかというふうに思っています。よろしくお願いいたします。それでは、私の方から、まず、このスライドをちょっと使ってですね、共有させていただいて、簡単にその背景的な状況をおさらいして、それから皆さんの、お話を、伺っていきたいと思います。スライド見えてますでしょうか。大丈夫です。はい、まずこれ、その松原さんと、それから長島先生から後で伺います。やはり今申し上げたサイバー空間、それから日本を取り巻く環境、これは今日一日議論されてきました。で、最後には日本の役割、と責任と、こういうところに行っていきたいと思うんですけれども、まずはですね、この、サイバー攻撃と、それからその、誰がどこでどういうことが起こってくるのかというのは、やはり急激に最近変わってるんですね。これ2020年の、主に
起こっているようなことが、まあ、あの企業会社っていうのがあるんですけど、一番左見ていただくと、やはりあの、まあ、新しい技術っていうのは出てきているってことですね。それから、まあ、ランサムウェア、身代金を、のえ、まあ、あのサイバーアタックっていうのはあるんですけども、これがどうも今、まあ、このランサムウェアっていうのはもう割合最近の事象 の, テクあのサイバーテクノロジーなんですけども、これがどうも国の関与かどうなのか、つまり安全保障との関連で議論されるようになりました。ランサムウェアの身代金というのはビットコインのような技術が背景にありますので、つまりお金が流れるんですね。お金が流れて、しかもそれのトラッキングができないという特徴をまあ持っているのが、ものですから、これが非常に活発に使われていてますね。それから、あとはこの大きなインフラですね、インフラに対する攻撃が起こるようになった、こういうところの特徴ではないかと考えています。まあ、これ近頃これもすごくいろんな議論が出ていますね。それで例えば身代金、ランサムウェアですから身代金を払ったというニュースが一番新しいニュースであると思います。その前には、FBI がこのランサムウェアは、まあ、ダークサイドというグループがやっただろう、つまりこれロシアのグループだからロシアが政府が関与してんじゃないの、こういうような話ということです。それで、それはあのバイデンさんは、このそのエビデンスはないんだと、ロシアが国が関与してるんです。まあ、こういった議論が毎日のように行われているわけで、これ一番最近の例ですけれども、あの各例でそれが出てきている。それで止めてるのはあのこのパイプラインですので、社会的なインパクトが非常に大きいと、こういうことで攻撃の種類の一つの特徴が非常に特徴的に出てると思います。それからさっきあの東南アジアの議論を鈴木先生のところでされていました。私たちインターネットが一番悩んでるのはこのサウス、あの日本から東南アジアに行くインターネットがケーブルが切られていることで、すごく、まあ遅くなってるんで、インターネットは切られると止まるのではなくて遅くなるという形で現れるんですけどごめんなさい。でそのためにトポロジーを変えようかっていう回転ケーブル、こういうアプローチを、まあ、ネットワークやしてるわけです。それでこのケーブルがなぜ切れるかっていうことをやっぱり API の方でも議論してたんですけども、どうも、漁民が非常に活発にここで活動するんで、それがアンカーでケーブルを切っているということも大体分かっています。それはどうして起こるのかなっていうところにこのサイバー技術が、サイバー空間の技術が出てるということがだんだん分かってまいりまして、 API での研究の中で、それは、その位置情報の衛星というのと、それから、まあ、通信のための、まあ、あの静止衛星での通信、それからやっぱアンドロイドのような簡単なデバイス、ところがこのスマートフォン的なデバイスがありますと通信速度が遅くてもですね、これを、今 WeChat Pay とか Alipay とかそういうことでお金が払われる、つまり正確な位置で海の上のどこにいるんだ、それで通信ができる、どんな海の上でも、そして戻ってきた時には報酬が払われる、こんなような仕組みで、非常に漁船の群れが動くということがあのケーブルを切っていくという副作用につながっているのではないかという説が非常にあるわけです。これ全部インフラの新しい通信インフラですよね。そうなってくるとこの、まあ、今日議論になってたような海洋、これ EZ で見てるんですけれども、日本今、グアムにつながってますんで、グアムをケーブルの拠点にしてアメリカとつないで東南アジアをつなぎ直そうかと、このまっすぐ降りるのではなくてと、こういうようなことまで考えられてます。今日、午前中のセッションでね、パラオのケーブルにどう投資するかとか前の総裁の話ありましたけれども、それからこの東南、あの南の太平洋、あ、南太平洋の島に、船の港がついて、そこに、軍の潜水艦が来るっていうことがどういう脅威になるかとかいうことが今日米オーストラリアの関係になりまして、このことも、この、通信環境 5G の環境を南の島に、誰が、提供するのかという議論が活発になってる中で、経済と 5G 通信インフラとそれから安全保障、このことがこう混ざってきてるということがあります。それからもう一つ2021年の大きな
新しい技術、つまり今年から始まる技術ですけれども、低軌道衛星 LEO ロー・アース・オービットという技術ですね。でこれは一旦長い間準備をしてきたんですけれども、それはあんまり皆さんに知られていなくて、何千っていう小さな衛星を、低軌道で回す技術ですけれども、これが非常に活発になってて、ある時、バンクラフトをしていたという、ワンウェブって会社は、再び立ち上がって、ヒューズやソフトバンクの投資で始まったということが起こってます。それからソユーズがこのワンウェブをさらに打ちました。あるいは、イーロン・マスクのスペース X がたくさんの数を打ってますっていうような、こういうような情報がどんどん出てまして、実は中国も、その、競争に参入しているということですね。このことを先日アジアディベロップメントバンクが、かなり詳細なレポートを出しました。これダウンロード可能なので皆さん見れると思うんですけれども、その結果がこれでして、この青い点のところが、この低軌道衛星なんですけど、もう準備ができてるってことなんですね。これ、1500あればコマーシャルサービスインができるよっていうところに、1400って書いてます。これはこの本が出た時で、レポートが、今もう1500になりましたんで、つまりもうサービスインレディーですね。でワンウェブもたくさん今打ち上げ始め、またリジュームしましたんで、これもすぐ行くでしょう。というわけで今年は、低軌道衛星でのインターネットのインフラが世界をカバーする、つまり海洋でも、森林でもカバー率 100% で、できるってことですね。つまり宇宙開発が、非常に大切な、新しいインフラになります。つまり光ファイバー、それから 5G、 これがテレストリアルネットワークって言うんですけども、それに対して宇宙から来るノンテレストリアルネットワーク、これによってカバレージが圧倒的に変わります。つまり宇宙開発の、やはり中国も大変大きな、この間火星来ましたけど、そういう力、これによってこのサイバー空間っていうのが全く彩りが変わるというか、形が変わりますね。でこのことがどうなってくるのかっていうのを今日は先生方にも伺いたいなというので、お話をしました。日本はサイバーセキュリティに対して、もちろんデジタルトランスフォーメーションで人間を見た、社会を見たサイバーセキュリティの議論もあります。それから安全保障の観点での取り組み、そういったことを、混ぜた、この、戦略を、先日打ち出したところですね。したがって、今度はデジタル庁ができますので、それが内閣総理大臣直下にできます。それで、国家安全保障とそれから社会の DX を担うサイバーセキュリティの戦略本部、NISC ですね。この関係をどういうふうにこれから考えていったらいいのかということも、この日本の方向性に対して大変重要なことだと思います。私いつもお話しているのは、ディフェンスクライム、それからサイバーセキュリティというのはグローバル空間、国際空間、国内空間、それぞれの役割がきちんとあるんだけど、その連携は果たしてきちんとできているのかということをいつも、お話をしています。というわけで、ここからは私の話はやめまして、一応全体のサイバースペースの新しい背景ということを私の方からお話をさせていただいて、先生方のお話を伺いたいなと思います。今日は本当に素晴らしい貴重な機会をいただきましてありがとうございました。衆議院議員の長島昭久です。特に安全保障を中心にはこれまで活動してきておりまして、とりわけデジタルとかサイバーに詳しいわけではありませんけれども、私なりに日頃感じていることを皆さんとシェアさせていただければというふうに思っています。で最初にデジタル地形学における、不都合な真実を、3つ、私なりに指摘をしたいと思います。一つは全ての経済活動が、先ほど村井先生からお話ありました通り、安全保障上の取り組みというか配慮というものを求められる、そういう時代になりまして、私はこれは実はグローバリゼーション、特に冷戦後全世界を覆ってきたこのグローバリゼーションの
大前提というのが、まあ、崩れつつあるんじゃないか、これが1点。それからもう一つは、デジタル地形学というのは、まさにリアリズムの世界、もう徹底的に リアリズム、まあ、ズバリ言うと相互不信の塊のようなそういう世界に、まあ、なっているということ、これは2点目で、3点目はですね、その結果なんですけども、我々がこれまで追求してきた、誰にでも自由で開かれたサイバー空間という話がですね、なんかこうお花畑のような感覚に思えてくる、まあ、それぐらい厳しい、まあ、現実を我々今突きつけられてるんじゃないかというふうに思ってます。それぞれちょっと私なりに噛み砕いてお話したいと思ってますが、まずグローバリゼーションの大前提が崩れてるという話は、グローバリゼーションというのは申し上げるまでもなくて、国や地域差別なく相互に補完し合うような形で国際的に分業体制を敷いていくと、相互補完の分業体制で、その人件費とかそういうのを含めて、そのオペレーティングコストが安いところをみんな狙っていって、効率的なサプライチェーンを築いていく、世界中どこでも気づくことができると、こういうおめでたい時代はもう過去のものになりつつあるんじゃないかと、まあ、もはやこの政経分離とかですね、いう言葉はもう死語になりつつあると思いますし、まあ、国家指導者であろうが経営者であろうが、企業の経済と安保というこの2つはもう切り離せなくなった。で、全てのデジタルテクノロジーの、まあ、心臓とも言われているこの半導体の部分が今一番そういう意味ではもうその最たるものだと思うんですけども、半導体製造の今トップを走っている台湾の TSMC、 これはもう大した企業でありますけども、これまで今この TSMC はですね、まあ言葉は悪いかもしれませんが、米中二股戦略でずっとやってきたわけですね。しかしもうこれも見直しをせざるを得ない状況になってるんじゃないかと私は思ってまして、まあ、それは先般明らかになったアリゾナに、アメリカのアリゾナに工場を作ると。で、これまで、TSMC は南京にも、中国の南京にも工場を作ろうという計画がありましたけども、私は両立するのはなかなか難しいんじゃないかと、もういよいよ舵を切ったんではないかというふうに、見てます。まあ、日本も筑波に、研究施設を TSMC と共同の、研究施設を、まあ、誘致しようということで今やってますけども、まあ、なんとなく経産省の話を聞いてると一桁足りないんじゃないかという感じはしますけども、まあ、こういうことでやっぱりこう囲い込みが、激しい囲い込みが始まっているというふうに思って、まあ、それはまあまさにグローバリゼーションとは逆行するような、まあ、今環境になっているんじゃないかと思ってます。で、第2番目のリアリズムの話は、まあ、これは特にナショナルセキュリティ、サイバーセキュリティの分野がそうだと思いますけども、まずこのデジタル地形学の分野では、国際的な確立したルールがほとんどないと。つまりアナーキーなんですね。アナーキー、ルールなき、まあ、ジャングルに、まあ、今なってると。で、特にサイバーセキュリティの分野では、抑止ディタランスもなかなか効かない。で、しかも攻撃側が圧倒的に優位と。そうなると攻撃側はどうしても先制、先にですね、先制攻撃を仕掛けようという、まあ、誘惑に駆られてしまうと。実に不安定な世界だと、まあ、いうことが言えるんだろうと思います。で、サイバーセキュリティの現実を少し私なりに整理して申し上げますと、まず平時と軍事の境目とかですね、あるいは軍事非軍事の境目もほとんど分からなくなって、まあ、全てがグレー。それから今この瞬間も日常的に戦いは進行しているわけで、まあ、従来の抑止論みたいなのはなかなか通用しない世界になっていると。まあ、密かにこのマルウェアを埋め込んで時限爆弾的に突如作動させて、この潜伏型のサイバー攻撃をいきなり
やってくると、まあ、そういう状況で、まあ、いわゆる特定ですね、犯人の特定、攻撃者の特定、アトリビューションというのは非常に困難であると。それからアメリカは今そういう状況の中でディフェンドフォワード、まあ、前面に出てディフェンスしようと、脅威がアメリカに到達する前に国外で戦って相手を無力化していこうという、まあ、こういう戦略を採用してます。それからもう一つ注意しなきゃいけないのは IoT がまさに一番進化しているのは軍事組織、全てがそのコマンド&コントロール、指揮統制から兵器システム、ウェポンシステム、まあ、全てがそのサイバーによって、つながって、この動いていると、まあ、こういう状況ですから、サイバーアタックを受けてそれを跳ね返して、このいわゆるミッションアシュアランスですね、この作戦行動を維持することができなかったら、どんな高価な高性能なウェポンシステムもまさに無用の長物になってしまうと。で、まあ、これは非常に興味深い話なんですけども、さっき先生がおっしゃ村井先生がおっしゃったこの宇宙の通信衛星、目とか耳とかサイバーとか、こういうのを全部潰されて、それでも作戦を遂行していかなきゃならないということで、例えば空軍にしても海軍にしても、アメリカはもうその GPS とかそういった通信全部遮断してしても、なお作戦が遂行できるような、まあ、訓練、みたいなものをしっかりやっていますね。で、私聞いてなるほどと思ったのは、海軍大学校のそのアナポリスではですね、約20年前にその天体に基づいてこのナビゲーションをやっていく教育っていうのはやめちゃったらしいんですけども、2015年になって、まあ、こういうそのサイバーの脆弱性というものに鑑みて、もう一回その講座をリオープン始めるようになったと。まあ、それぐらいそのアメリカを真剣勝負で取り組んでいると、まあ、いうことです。それから忘れてならないのはウクライナ、ロシアがウクライナに攻撃を仕掛けたときは、これは、まあ、ハイブリッドウォーフェアと言われてますけども、重要インフラにですね、攻撃に先駆けて重要インフラを叩く、あるいは攻撃と同時並行で重要インフラを叩いていく、大混乱に陥れて、まあ、初期の目的を達成していると。でこれはあんまり想像したくもないですけど、台湾に対して中国がもし何かやってくるとしたら同じような手法を使うんじゃないかと、まあ、こういうふうに今言われています。それ3番目、これはもう村井先生の前で申し上げるのは本当にもうもうプロボカティブだなと自分でも思ってるんですけど、要するに自由で開かれたサイバー空間という、まあ、インターネットフリーダムということでずっとこの間やってきたんですけども、本当にこれがこれからも保障されるのかということ、実はこの話っていうのはアメリカがサイバー空間を独占していた時の話に過ぎないのではないかというふうに思ってます。まあ、とにかくそのデジタルテクノロジーの世界っていうのは、まあデータを抑えた方が優位に立つわけで、例えばその AI なんかはもうその AI を賢くするためにはもうデータという餌をとにかく大量に与えると、で多ければ多いほど AI っていうのは賢くなると、データの質が高ければ高いほど出てくるソリューションというのは次元が高くなると、したがってこのデータをめぐる攻防というのは激しさを増していくと、とにかく自分の大事なデータは相手に渡さない、しかし相手の懐に手を突っ込んででも重要なデータは奪い取ってくると、まあ、こういうせめぎ合いが行っていると。でその結果、まあ、これはもう皆さんのご案内の通りだと思いますが、3つの大きな流れができた。1つは中国やロシアを中心とするまあ、先制国家、権威主義国家による、まあ、デジタル監視社会、まあ、こういったものは、まあ、今じわじわと広がりつつあると。例えば中国だったら国家安全法とか国家情報法とかサイバーセキュリティ法みたいなもので、この完全にこの国民を、あるいはそのデジタルのインフラを共有しているところは、まあ、全てこの監視下に置くという、まあ、こういう一つの流れで、もう一つは、まあ、GAFA のような日本人、まあ、我々もまあ日常使ってますけども、 GAFA のような巨大 IT 企業が情報を、まあ、ある意味河川状態に置いていくという、こういう流れで、それに対する対応として特にヨーロッパを中心として、まあ、GDPR データプライバシーとデータローカリゼーションというものを軸にした、まあ、新しいルール作りというものが始まって、でしかもそれはブリュッセルエフェクトみたいなもので、海外の
ルールにもかなり影響を与えていると。こういうまあ3つの流れの中で、この一つ一つを捉えて考えても、誰にでも自由で開かれたサイバー空間という環境は急速に失われつつあるんじゃないかと。これが私は地形学のまあニューノーマルだというふうに思ってます。で、何においてもその中で、米中のデジタルテクノロジーをめぐる米中の覇権争いというのが、まあ、極めて精鋭化していると。で、主戦場はデータだと、まあ、こういうことで中国はデータ主権というのを一層加速化していると。アメリカは中国の影響力を極力排除するような形で、まあ、クリーンネットワーク、クリーンパス、この端末からクラウドまで、とにかく、まあ、海底ケーブルも含めてですね、クリーンなネットワークを、まあ、構築していこうということで、それぞれ、友達を増やしていく、同志国、友好国を、まあ、増やしていこうとしていると。で、なればなるほどデータをめぐるデカップリング、まあ、いわゆるブロック化がですね、どんどん進んでいくと、まあ、こういうニューノーマルに対して日本はどうするかということを、まあ、最後に、ちょっとまとめて、安全保障と産業政策で、まあ、3点だけ、申し上げたいというふうに思います。あとは残りは Q&A のセッションの中でお話したいと思いますが、まあ、もちろん人材育成とかですね、国際ルール作りとか日本が果たすべき役割たくさんあると思うんですけれども、まず安全保障2つ申し上げます。1つは一番チャレンジングなのは、何といっても重要インフラをどうやって守っていくか。これはこの後多分松原先生の方からコロニアルパイプラインの話、まあ、さっきも先生国内先生からランサムウェアの話がありましたけど、とにかく今重要インフラはどうなってるかというと、平時は一応民間の事業者が責任を持つことになっていると。それに対するまあいろんなハッキングとかそういったものについては警察と、その協議会を作ってですね、都道府県ごとに情報交換とか共同対処訓練やってると。しかしさっき言ったように、このサイバーアタック本気でかけてくるとするとですね、まず重要インフラに狙いを定めてくる可能性があるとすると、やっぱりサイバーフィジカルシステム全体を、我が国のサイバーフィジカルシステム全体を守るってことにな、守ることが国の責任だとすればですね、最終的にはそのキネティックな物理的な被害をもたらすようなサイバー攻撃から、その我が国のサイバーフィジカルシステム全体を守っていかなきゃいけないと。しかしこの民間の重要インフラについて、自衛隊も実は米軍も依存しているにもかかわらず、自衛隊が守るような仕様になってないと。通信インフラにしても輸送インフラにしても、自衛隊も米軍も自己完結で持ってるわけじゃないんですけども、それを自衛隊が責任を持って防護するという、まあ、そういうシステムになっていないと。だから少なくとも武力攻撃事態を認定した段階では、全ての重要インフラの防護責任というのは民間自動車が事業者から、まあ、言ってみれば自衛隊のサイバー防衛隊、まだまだ数も少ないし能力もそんなにそれほどではないと思いますので、これ相当期待込んでって、そのフェージング、つまりその平時のフェーズから有事のフェーズにこう切り替える、それもそのシームレスに切り替えていく、制度っていうのはもう絶対的に必要じゃないかというふうに思ってます。それからもう一つは、これはもう欧米、特にアメリカ、イギリス、フランスはもうガチガチにやってますけど、まあ、いわゆるアクティブサイバーディフェンス、つまりそのサイバー攻撃というのは、サイバー攻撃能力を持っている、その攻撃能力を無力化するまで終わらないわけですから、その先ほど その潜伏型なんかを考えると、サイバーの攻撃者、サイバー攻撃をしてくる攻撃者を特定して、そしてその活動を抑え込んでいかなきゃいけないと。普段から、まあ、敵の、まあ、いわゆる敵のですね、ネットワークをきちっとモニタリングしておかないと、適時適切な的確な対応っていうのはできないと。で、ご案内の通り、アメリカ、イギリス、フランスでは法律でその国民、内国民の間の通信傍受については厳しい制約をかけますけども、外国との通信については安全保障とか治安維持、対テロですね、こういうことを理由に政府機関で行政傍受を広く認めていますよね。ですからこういうモニタリングをちゃんとやって、でいざという時には相手のサイバーに逆侵入、つまりハッキングバックして、それでもそのテイクダウンをできるような、まあ、そういう手法もアメリカ、イギリス、フランスでは
まあ、厳格な条件もちろん勝ちますけども認められていると。日本の場合は憲法21の通信上の通信の秘密、あるいはその電気通信事業法とか、もっと言えば不正アクセス法っていうのは何人も不正アクセスしちゃいけないと、こういうことですから、まあ、いわゆる当局インテリジェンスの当局者ですらアクセスすることができない、つまりハッキングバックとか潜んで相手のそのネットワークに入り込んでいくということは事実上できない、まあ、そういう状況、これやっぱりなんとか脱していかなければならないというふうに思ってます。で最後に一言だけ、産業政策どうしてもやらなきゃいけないことを一つ挙げろといえば、それはやっぱり明治の初期に鉄道や郵便もこう国が整備していったようにですね、やっぱり国産の信頼できる、デジタルインフラハードもそれからプラットフォーマーも含めての育成も含めてですね、国が相当キャッチアップして責任を持っていく体制を作っていく必要があるだろう。それがデジタル庁の一つの大きな役割だというふうに思ってます。でさっき先生がちょっと事前におっしゃってたデジタル庁にサイバーセキュリティまで委ねるかどうかについては後ほどの Q&A のセッションの中で少し意見交換議論させていただきたいと思います。私からは以上です。はい、ありがとうございました内藤先生。大変、まあ、時代の状況を踏まえた安全保障とそれからサイバー空間の話をしていただきました。そうしたら、では松原さん準備はできましたかね。あ、いやいやできました、ね、はい、では松原さんよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは私は身代金要求型ウイルス攻撃と地形学と題しまして、主に今月起きたばかりのアメリカのコロニアルパイプラインへの身代金要求型ウイルス攻撃と、こういったサイバー攻撃が地形学そして経済安全保障にどのような悪影響を及ぼしているのか、また日本が何をするべきかについてお話ししていきたいと思います。まず世界のサイバー犯罪の現状についてお話ししたいのですが、2019年時点の世界の GDP のおよそ 7% 弱をサイバー犯罪の年間被害額が占めるまでに今年になっています。そして2021年にはもう 10.5 兆ドル世界の GDP にして 10% 以上、一つの国の GDP よりも下手をすると大きいぐらい、それぐらい甚大な経済そして安全保障に影響を及ぼしているのがサイバー犯罪です。ではそれに対して各国がどのような反応を示しているかについてお示ししたいんですけれども、まずこれは IDC の発表したサイバーセキュリティの製品そしてサービスの市場が各国でどうなっているのか、それを世界のそれぞれの国の人口で割った比率なんですけれども、日本は2018年時点では 40.5%、 ただしこれには人件費は含まれていないんですけれども、日本は 40.5、 それに対してアメリカはその3倍、イギリスは2倍以上、そしてドイツも日本の 1.5 倍弱というふうになっていまして、まあ、日本と他の発展、他の国との間ではかなり差が見られるようになってきています。先ほど村井先生も身代金要求型ウイルス、ランサムウェアによる攻撃の重大さについてお話ししてき来られましたけれども、この身代金要求型ウイルスがなぜ経済そして経済安全保障に悪影響を及ぼすかというと、これはその私たちの生活経済安全保障に不可欠なデータ、そして IT システムを人質に取る、つまり私たちの業務継続性そのものを人質に取るというすごく悪質なサイバー攻撃だからです。しかもこのサイバー攻撃にの被害に遭った場合、中小企業の場合ですね、世界で5社に1社という割合で倒産していると言われています。もうこれだけですね、まあ、甚大な被害がコロニアルパイプラインの事件の前も起きていたわけですね。でしかもどういう悪質さが増しているかというとですね、その二重の脅迫型という、その暗号化する前にデータを被害者のシステムから盗み出して、でそれをハッタリではないと被害者に示すために、まず一部を証拠としてネットに流出させます。まあ、その人質を、まあ、見せしめで殺すようなものですね。そして身代金を払わなかったら残りも流出させるけれども、それでもいいかと脅しつけて、それで金銭を巻き上げるという、こういったすごく今まで以上に悪質なサイバー攻撃が今年の第一四半期の段階で8割弱を占めるまでになってきました。それだけ、まあ、効果的に金銭を巻き上げられると犯罪者たちが学んでしまったわけですね。
で今回のコロニアルパイプライン事件をまだ影響は続いているようですけれども、その総括して何が一番の問題だったかというと、これはサイバー攻撃、サイバー犯罪でも経済安全保障の問題になりうると世界に知らしめたことにあると思います。もちろんアメリカに限らずいろんな国でですね、日々もう様々なサイバー攻撃が何千何万と起きています。しかし今回の事件の特筆すべきことは何かというと、一つの企業に対して国家ではなく一つの犯罪グループが行ったサイバー犯罪であっても、ここまでですね、経済活動、国民生活に甚大な被害を及ぼし売りますし、しかも国民に対して非常に不安を与えられる。例えばアメリカン航空は便の航路を変えなければいけなくなりましたし、ガソリンスタンドもワシントン DC でもいまだに 66% 在庫切れになっていて、でガソリンをめぐってその暴力沙汰も起きているという、ここまでの事件はですね、今まで誰も目にしたことがなかった。でしかもこれがアメリカで起きた。でアメリカは去年の12月にソーランウィンズの事件が起きています。でこれは日本でいうとですね、霞が関と日本の大手企業が軒並みやられてしまったような事件で、もうアメリカ政府にとってもその産業界にとっても非常にショッキングな事件だったのですね。でそれでアメリカが今まで以上に本腰を入れて本気になってサイバーセキュリティ対策をやろうとしていた矢先に起きてしまったのが今回のコロニアルパイプラインでした。でしかもアメリカのパイプラインがランサムウェア攻撃によって稼働を停止してしまったのは初めて、今回が初めてではなくて、実はアメリカ政府の発表によると2020年10月よりも少し前だと思うんですが、2日間停止したこともありました。ですのでこれはもう何とかしなければいけないという決意の表れがアメリカ政府の行動からも見て取れます。で今回かなりアメリカ政府は早め早めに動いていったと思います。特に特徴的なのがですね、バイデン大統領が何度かこのコロニアル事件についてかなり具体的に踏み込んだ発言を記者会見でしています。でその時に国家による攻撃と犯罪者による攻撃というのを明確に一線を引きながらもですね、これを行った攻撃者たちはロシアの国内にいるから、その国の政府もそれに対して責任の一端があると、だから今度の米ロ首脳会談ではこの問題についても話し合いたいと早めに言ったことです。でここで世界の大国であるアメリカの大統領がはっきりと今後何をしていくかという方向性を打ち出したことで、おそらく犯罪者たちも戦々恐々となったようです。でなぜそれが言えるかというと、この犯罪者のグループのさまざまな動きから見て取れるんですけれども、例えばダークサイドはですね、慌てふためいてしまいまして、その目的は社会に対して問題を起こすことではありませんと、あくまでも金儲けですという、あまり言い訳にもなってない言い訳を言い始めまして、でしかも、ちょっと珍しいんですけれども、私たちは地政学には全く関わっていないし、国家とも関係ありません。でしかも、それ以外 そのダークサイドと呼ばれる犯罪グループだけではなくって、そのダークウェブでうごめいているさまざまなその犯罪者御用達のハッカーフォーラムがあるんですけれども、そこの大手2つがですね、今後は身代金要求型ウイルスに関する広告は一切打ち出しませんとはっきりと宣言しました。でダークサイドも、私たちは活動をやめますというのも早めに言いましたし、でこの時大体その身代金要求型ウイルスに関連する攻撃というのは少し世界的に減ったんですね。ただここで私たちが安心してのいいのかというとそうでもなくって、やっぱりこれが起きてからしばらくすると二重の脅迫型の攻撃がまた前の黙阿弥の通りに戻ってきてしまいましたし、おそらくダークサイドも名前を変えてまた再浮上してサイバー攻撃を始めるのではないかというふうに、多くの専門家たちは見ているところです。でもちろん今回のコロニアル事件に限らず、世界ではさまざまな甚大な被害をもたらした身代金要求型ウイルスによる攻撃というのが行われてきました。ただそれと今回のコロニアル事件ではやはり一線を画す非常に大きな違いというのがあると思います。例えば今までで一番大きい被害が大きかった事件は何かというと、4年ほど前に起きたノットペトヤと呼ばれるウイルスを使って行われた、介護にはロシアの
その参謀本部情報総局グルー GRU があったのではないかというふうにアメリカ、イギリス、それから EU の政府は見なしているところなんですけれども、ロシアはそれに対して明確に否定はしています。ただこのノットペトやそれからコロニアル、ダークサイドとの違いは3つありまして、1つは攻撃主体ですね。その国家か犯罪者かで、攻撃対象が一社にもう明確に絞られているか、それともそのより広くいろんな国あるいはいろんな業種にまたがっているか、そして目的が金銭目的か、それとも国に対して大打撃を及ぼすものか、そこでもかなり違うんですけれども、やはりその一犯罪者であっても一つの業種、一つの企業に的を絞ってサイバー攻撃を起こした場合でも、これだけ多くの波及効果を一つの国の経済、経済活動、国民生活に及ぼすことができると示したのがコロニアル事件です。で、実はですね、その日本ではほとんど報じられていないんですけれども、このコロニアル事件の裏でもう一つ甚大な身代金要求型ウイルスの事件がアメリカ国内で起きていました。それがこのワシントン DC 警察に対するそのバブックと呼ばれる、やはりロシア語圏で活動していると見られる身代金要求型ウイルスを使った犯罪者グループの攻撃だったんですけれども、これが非常に不幸なことにですね、攻撃が成功して、でしかも二重の脅迫型だったので、250GB という、非常に大きな量のデータをワシントン DC 警察の中から盗まれてしまったんですね。でしかもその中に情報提供者の情報も含まれていました。で、攻撃者たちはその身代金を払わなかったらワシントン DC 警察に協力している情報提供者の情報を暴露するというふうに脅迫をしまして、でこれはあくまでも報道ベースなんですけれども、やはりこういったその機微な、その人の命に関わりかねないような情報が暴露されてしまうと困るので、警察はその情報漏洩を回避するために10万ドル支払いますというふうに提示したらしいんですね。それに対してそのバブック側は、いやそんなお金はダメだと、もうこれは交渉決裂なので、もう全データ暴露しますと言って、その後に実際に5月13日というとコロニアルが起きた1週間後なんですけれども、全データ暴露させてしまったんですね。でその中に何が含まれてたかというと、ワシントン DC 警察の個人、かなり機微な個人情報も含まれていましたし、それから捜査情報も含まれていましたし、あとワシントン DC の警察の情報だけではなくって、シークレットサービスとか FBI の情報も含まれていたんですよ。なので今回の事件っていうのは、今までそのアメリカの警察のさまざまな警察署に対して身代金要求型ウイルスは行われてきて、実際に成功して身代金払ってる事例もいくつかあるんですけれども、もう全然今までとレベルが違いますね。その警察に対して協力している人、それから警察官そのものの身の危険が及ぶ可能性も十分ありますし、それから今後のその捜査に対してどれだけ悪影響が及びうるかというのも今の時点では未知数です。で、今回そのコロニアルのパイプライン、コロニアルパイプラインの CEO はウォールストリートジャーナルの取材に対して身代金を5億円近く払ったというふうに認めました。で、その前からもう払ったんじゃないかという報道が出てきていて、その身代金を払うかどうかというのは、議論がまた活発化しているんですけれども、実はですね、これは専門家の間でも意見が真っ二つに分かれる結構難しい問題です。で、なぜかというと、もちろん司法当局は払うべきではないと言いますし、で実際に払ってしまうとそれが犯罪組織への資金提供になって次の攻撃の資金になってしまうので、それはもう制裁が科せられる可能性があるというのを去年アメリカの財務省も言っていますし、去年の年末に経産省もそういった経営層向けの注意喚起をしています。ただ実際問題としてそれが可能かというその現実問題に目を向けた場合ですね、攻撃を受けた時の被害を防げる率って世界軒並み低いんですよ。で、アメリカで 25%、 イギリスで 22%、 日本に至っては 5% しか防げていないんですね。で、なおかつ、じゃあもう藁にもすがる思いで、いやもしかしてその情報が暴露されてしまって、今回の DC の警察のようにその誰かの身の危険にがされてしまうかもしれない、あるいは自分ではなくお客様、あるいはその取引先の情報が暴露されてしまうかもしれないというその恐怖心、あるいはそのライフラインにどれだけ影響が及ぶか分からないから払った方がもしかしたらいいのかもしれないというその苦渋の決断に立たされた場合、やっ
やっぱりまあ身代金を払ってしまう企業というのは今まで今たくさんあります。ただ払ってじゃあ全データ戻ってくるかというと決してそんなことはなくって、全データ発給できた企業というのは全体のわずか 8% しかないわけですね。でしかも身代金を払っても結局復旧費用、その全システムを入れ替えたりですとか、その問題を解明するため その調査費用に払ってしまう、お金はかかってしまうので結局復旧費用が倍増してしまうという、まあ、非常にその難しい問題で、どっちを選んだらいいのかというのは未だに専門家の間でも、まあ、決着がついていません。で、日本なんですけれども、まあ、アメリカのクラウドストライクという会社が去年11月に発表したデータによりますと、日本企業の半分以上、まあ、52% が被害に遭っていて、でなおかつその32% が身代金を払っている。しかもその平均額が世界平均よりも若干高め。でこれはもう決して、まあ、コロニアルの事件は日本にとって、まあ、対岸の火事ではありません。で、まあ、今回そのダークサイドというその犯罪グループがコロニアルパイプラインに対してサイバー攻撃を仕掛けたんですけれども、そのダークサイドはですね、実はその東芝テックに、まあ、もう同時期に、まあ、欧州の拠点にですけれども攻撃を仕掛けていたということが、まあ、報道で明らかになっています。でこの東芝テックに限らず、まあ、ここ半年余りですね、さまざまなその報道を見ていますと、日本企業に対する身代金要求型ウイルスには一つの明確な特徴があります。それはなぜかというと、まあ、日本の大企業の海外拠点がすごい狙い撃ちにされているんですね。まあ、ここにその名前を挙げた、まあ、塩野義ですとかカプコンとか、もう本当に有名な企業に対して、そのなぜそういった攻撃が行われているのか、これは私は2つの理由があると思います。で1つがですね、ビジネスのグローバル化です。でもちろんビジネスのグローバル化は日本企業に限ったことではないんですけれども、日本企業の場合ですね、そのやはりその少子高齢化という問題に直面している以上、日本市場ではなく海外市場を開拓しなければいけないという市場命題があります。で今海外市場を獲得していくために非常に多くの投資をしていますし、いろんなその買収計画も進めているわけですね。それとすると何が起きるか、 IT 資産が海外において非常に複雑化します。ですので日本の本社からの一元管理が非常に難しくなっていますし、一元管理が難しくなるとサイバーセキュリティ対策も当然難しくなってしまいます。しかも、まあ、2020年10月というと、まあ、ちょうどコロナ禍の、まあ、真っ只中ですよね。で今私たちはこのようにしてその Zoom を使ってウェビナーでお話ししているわけですけど、皆さん日々もう何件と、まあ、数えきれないぐらいオンライン会議、それからさまざまなクラウド上のツールを使いこなしていらっしゃると思います。まあ、これだけコロナ禍において、まあ、IT の使用量、そのデジタル化、それから DX が、まあ、急激に日本に限らず世界中で進んだんですけれども、それに対してサイバーセキュリティ対策がきちんと追いついているかというと、そうでもないし、特にテレワークで使っている IT 資産のサイバーセキュリティ対策というのは、まあ、世界で軒並み遅れています。で、それをサイバー犯罪者たち、サイバー攻撃者たちはよくよく分かっているので、もう今が稼ぎ時、今が攻撃のしどきだと思って、もうしゃかり気になってサイバー攻撃を仕掛けてきていて、実際去年ですね、身代金要求型ウイルスは前年比でビットディフェンダーの統計値によると485% 増加しています。まあ、それだけ攻撃が激化しているんですね。で、やはりもうこれは日本にとっても対岸の火事ではありませんし、コロナ禍で DX が進んでいってテレワークが今後しばらく続いていく以上、やはりそのセキュリティの見直しというのは日本にとっても喫緊の課題だと思います。でこれは先ほどもお話をしました通り、あくまでもその一社を狙ったサイバー犯罪というレベルではなくって、まあ、一つの国あるいは地域、世界の経済安全保障にも打撃を及ぼしうる問題ですので、政府だけではなく各社が主体的になってですね、サイバーセキュリティ対策を進めていく必要があります。しかも身代金要求型ウイルスがここまで世界、まあ、国に対して大打撃を及ぼしうるということが、まあ、いろんな最近の事例で分かってきていますので、特にまあ狙われている日本企業の海外拠点、ここのサイバーセキュリティ対策をしっかり取る必要があります。ただ
残念ながら今の統計値を見ると身代金要求型ウイルス攻撃を残念ながら受けてしまった場合に防げる率というのは低いので、もちろんそこもサイバーセキュリティ対策、脆弱性対策というのはやらなければいけないんですけれども、並行してですね、その万が一データを人質に取られてしまっても大丈夫なようにバックアップを取っておく、そして万が一感染してしまった場合にどうするのか、その身代金を払えと要求を突きつけられた場合の対応要領も含めてですね、やはりその対応要領を普段から経営層を交えて作っておかないと危機対応は無理だと思います。ただ NTT セキュリティの調査によりますと、その対応サイバー攻撃に対する対応要領が作れている企業というのは世界で半分 52% しかないわけですね。なのでここはすごくサイバーセキュリティを今すぐ強化できる、まあ、力の入れどころのポイントだと思います。で先月菅首相とバイデン大統領の首脳会談でもサイバーセキュリティ、サプライチェーンリスク、そしてクアッドの首脳会談でもやはりこの2点の協力の強化というのが強調されていました。でやはりですね、その身代金要求型ウイルス、そしてサイバー攻撃がここまで世界、世界、地域、日本の経済安全保障に多大な脅威になっている今、日本がそのそういった、まあ、日米同盟ですとかクアッドですとかいろんな2カ国間、多国間の協力においていかに積極的に情報共有をしていけるか、そしてサプライチェーンリスクにおいて貢献できるか、そして国際ルール作りでも積極的に声を上げて、そして具体的な例を出していけるかというのは日本の今からのその力の入れるべきところの最大のポイントだと思いますので、ぜひ皆様もこの問題に興味を持っていただきまして一緒に戦っていけたらと思います。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。大変重要なご指摘を、二方がいただきまして、ちょっと今、その産業領域で、こういった非常にシリアスなことが起こっている、それを今の話の中でもこの今特にこの、パイプラインに関してね、それで、この、まあ、バイデン政権がどういうふうに対応したかということのご説明もいただきまして、それから一方芦島先生の方からその、国家の体制とか国の体制、それから、まあ、ミリタリーの世界の中での動き、こういうこと、まあ、2つ少しこの地形学的に言って、2つの領域でちょっとお話ちょっと伺いてみたいと思うんですけども、この今の、松原さんのお話伺って、その長島先生、その、産業領域でね、こういうことがどんどん起こっていて、それでそのまあいわばこれはある意味もちろんその産業が産業あるいは特に重要インフラのような産業もそうだと思うんですけど、まあ、それに限らないですね今ね。それでこういう状況の中で産業領域、経済領域、ここに対してのアプローチっていうののやっぱり一番重要なことっていうのはこうどういうところになるんでしょうかね。もう今のお話伺って、伺えば伺いほどですね、もうなんていうか軍事安全保障と産業政策、あるいは経済活動というのも全く切り離せない世界で、要するにいろんな手法があって、しかし基本的にはもう我々のその重要インフラも含めたネットワークに入り込んで、企業って言ったって例えば防衛産業もありますしね、日本の防衛産業名前出して恐縮ですけど三菱重工とかもうサイバーアタック食らってますので、もうそこは本当に国がある意味でインフラストラクチャーをその防護のためのですね、サイバー攻撃を受けない、受けたときにそれに対して、対応できる、そういう体制を作るしかもう守りようがないと思いますよね。だからこそアメリカはクリーンネットワークというような発想が出てきてるんだろうと思います。ちょっとこれもいろんな専門家の方がいらっしゃると思うんですけど、今の話もね、それで私もずっとこの 9-11 から、ホームランセキュリティの体制ができて、それでそのサイバーセキュリティに対するさまざまないくつかのその動きができてきまして、その本当に、今先生おっしゃったような、ナショナルセキュリティの問題と経済安全保障の問題がどういうふうに
横につながっていけるかって、やっぱりでも今の事例も見てもかなり苦労してるとこありますよね、アメリカもね。そうですね。それでつまりやっぱりこうセグメントが分かれていて守備範囲が違うから、それでそいつが力を合わせるって今先生がおっしゃったようなね体制を作っていくっていうのはまあそう簡単じゃないけど、はい、まあ、それをやらなきゃいけないっていうのがお考えだってことです。松原さん、その、産業領域とそれからそういった、まあ安全保障そのものっていうような課題がこう、まあ、いわば連結してきているという、そういうのが現状だというふうな背景だとご意見だと思うんですけど、これに関してどうお考えですかね。はい、おっしゃる通り、その安全保障とその経済というのはもう切っても切り離せないですし、特にその、まあ、軍それから自衛隊もですけれども、やはりその重要インフラの例えばまあ水ですとか電気ですとか、そういった供給というのは当然その民間企業から の, そのサービスの提供というのに頼っているわけでして、やはりその軍側、防衛側、そしてその民間企業側と の, その協力というのも必要です。でそしてちょうど1週間ほど前に飯田浩司の浩司アップというラジオ番組で前統幕僚長 の, 河野克俊さんが今回そのサイバーセキュリティ戦略に、まあ、安全保障の観点も踏み込んだその骨子が作られたということについて、まあ、お話になっていらっしゃいましたし、それから川野さんがその最近その自衛隊とその民間企業の交流というのにもお話になられていたんですけれども、やはりその今まで以上にその防衛側、それから民間企業の交流、そしてそれからまあ情報共有というのが大事になってきていると思います。そうですね。それでね、次に産業から今度その国そのものの、ね、体制、ちょっと順番が逆の方が良かったかもしれないけど、それもお聞きしたいんですけどね、そもそも、まあ、例えば、国の機関、それから、まあ、特にその、まあ、防衛省やそれから警察の機構っていうのはまあ、いろいろなその他インテリも含めてですね、それでこの体制っていうのはとても国にとって重要なこのサイバーセキュリティの空間でね、それでになると思います。それでこれに関して、いろいろな、まあ、ご指摘が長島先生のねスピーチの中にもあったわけだけど、でこのこと自体が、まあ、例えば他国と比べて、あるいはこの日米同盟の中で、これやはりもちろんこれさっきからもうご指摘あるように課題いっぱいあるんですよね。でこの課題を本当に今動かなきゃいけない、それ間に合わないですね、これ今動かないと。それでそういう時にもう本当やっぱり非常にベーシックなやるべきことっていうのはやっぱり何だと思うんですか。もう部品は揃ってると思うんですよ。で、まあ、デジタル庁を作ってこれ司令塔としてこれを機能させるということだし、それからその前に NSC 官邸の NSC に経済班作りました。でまあ、経済班でいいのかといういろんな議論がありますけども、まあ、とにかくこれを統合的にホールオブガバメントでやっていこうという意識はようやく満ち満ちてきてるんで、私は日本は遅れた分だけ早いと思うんです。これからキャッチアップしてくるんですね、問題に対して。で一番遅れて私はクリティカルだと思ってるのは、これから産官学一緒にやっていかなきゃいけないんですけど、学会ですね。でまあ、軍という言い方が適切かどうか分からないけど、やっぱり、まあ、他の国は軍民共用で融合でやってるわけですよ。でその安全保障とその産業とか学問というのは切り離せないにもかかわらず、日本の場合はもうそこがデカップリングしてるわけですよね、うんうん、でもその安保は嫌だ、軍事は嫌だっていう、こうアレルギーがあまりにも強すぎてですね、うんうんうん、ここをやっぱり融合する努力をお互いから歩み寄ってやらないと、本当の意味で官民の産官学の共同体制というのは作れないと思います。そうですね、やっぱり非常に先端技術に対する、研究投資の問題もそうですし、はい、それから研究体制の中でのやっぱり、やっぱ機微の知財をどういうふうに考えていくかっていう、こういうところも、まあ、教育研究機関には責任があるのだと思います。ちょっかい出してくる勢力もありますからね。はい、本当にそれは大きな課題だと思うんです。すごいたくさんの議論があるんですけど、残念ながら時間が迫ってきておりますので、やっぱ最後にね、やはり日本がこれ世界に対して地球全体に日本はどういう使命を
持ってるのか、あるいはどういう貢献ができるのか、あるいはどういう役割を担うべきなのかっていうことをぜひあのお二方からそれぞれ聞いて、このパネルをクローズしたいなと思うんですけど、まず松原さんいかがですか。世界に対する役割と責任。はい、あの先ほどあの、まあ、ちょっとまあ厳しいの日本のサイバーセキュリティの現状に関するをお示ししたんですけれども、ただその、まあ、私も、まあ、昔、まあ、市ヶ谷にもいて今日本企業にもいて、あの流れを見ていますと、ここ数年日本企業は本当に今まで以上にかなり力を入れてサイバーセキュリティをやっていますし、あのそれは世界に対して誇るべきことだと思います。ただ残念ながらそういった素晴らしい動き、あのアメリカでは行われていないけれども、これがやられたらかなりいいだろうなという思う、まあ、あの例えば人材育成などの、まあ、あの動きというのが必ずしも英語化されていないので、それは積極的にあの英語化して、その日本が今こういうベストプラクティスをしてこうしたらうまくいったので、例えばアメリカですとかイギリスですとか、まあ、そういった国々でもこういったことをやったらどうですかというのを積極的に提示することによって、他の例えばアメリカですとかクアッドからもよりその日本を重視してもらえる、そういったその相互互恵的なそのあの国際協力に持っていけたらいいのではないかというふうに思います。はい、で長島先生、日本の役割。はい、日本の役割はやっぱりあのルールメイキングだと思います。うん、あの大阪 G20 の大阪であの DFFT、これみんなで合意しましたね。日本が、まあ、あの先鞭つけてやったわけです。うん、でやっぱりヨーロッパ型のこの個人情報をあの大事にしようっていうやり方と、まあ、アメリカ型のやり方と、まあ、ある意味2つの流れがありますから、それを日本がつないでいく、そういう役割はやっぱりあるんだろうと思います。あ、そうですね、ありがとうございます。今のお二方の話はね、日本のベストプラクティスって松原さんおっしゃって、それで長島先生はやっぱりそうやって、それを、国際関係の中できちんと、まあ、提言をしたり動かしていくんだってことをおっしゃった。これの前提はね、この国がいい国だってことだと思うんですよね。やっぱり国土がきちんと守られている、それでそのための誇りがきちんと感じられる、その中身がなければ外にも言えないし、ベストプラクティスもないわけですよね。したがってやはり、まあ、それここに戻るのかもしれないけど、やっぱりこの国がしっかりした国になる、これがやっぱり非常に一番 で、まあ、そのための、まあ、ある機会が、この2021年、このいろいろな、まあ、法案とバックアップ総理を先頭とした、はい、そのデジタル庁の体制ということの中に、その使命のがあって、それから今の世界に対する日本の役割というのが立派に果たせるということが多分理想なんではないか、まあ、それに向かって進まなきゃいけないのかなということを、痛感いたしました。今日は大変あの、貴重なお話をお二人からいただけて、あのとても良かったと思います。これを私の としてはかなり宿題をいただいている気分もありますので、あの本当に感謝を申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。